サムエル記第115章サムエルはサウルに言った主は私を使わしてあなたに油を注ぎ主の民イスラエルの王とされた今主の言われることを聞きなさい万軍の主はこう言われる私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中でアマレクがイスラエルに対して行ったことを覚えている今言って アマレクを討ち、そのすべてのものを清絶しなさい。容赦してはならない。男も女も、幼子も、血のみ子も、牛も羊も、ラクダもロバも殺しなさい。サウルは兵を呼び集めた。テライムで彼らを数えると、歩兵が二十万、ユダの兵が一万であった。サウルはアマレクの町へ行って、谷で待ち伏せした。サウルはケニ人たちにっ さあ、アマレク人の元を離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエル人が皆エジプトから登ってきたとき親切にしてくれたのです。ケニ人はアマレク人の中から離れた。サウルはハビラからエジプトの国境にあるシュルに至るまでアマレク人を打ち、アマレク人の王アガグを生け取りにし、 その民のすべてを剣の葉で整絶した。サウルとその兵たちは、アガグと、肥えた羊や牛の最も良いもの、小羊とすべての最も良いものを惜しんで、これらを整絶しようとしなかった。ただ、つまらない値打ちのないものだけを整絶したのである。主の言葉がサムエルに臨んだ。私はサウルを王に認じたことを悔やむ。 彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。翌朝、サムエルはサウルに会いに行こうとして早く起きた。するとサムエルに、サウルはカルメルに来て、もう自分のために記念碑を建てました。そして向きを変えて進んでいき、ギルガルに下りました、という知らせがあった。 サムエルはサウルのところに来た。サウルは彼に言った。あなたが主に祝福されますように、私は主の言葉を守りました。サムエルは言った。では、私の耳に入るこの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですかサウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。兵たちは、あなたの神、主に生贄を捧げるために、 羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。しかし、残りのものは整絶しました。サムエルはサウルに言った。やめなさい。昨夜死が私に言われたことをあなたに知らせます。サウルは彼に言った。お話しください。サムエルは言った。あなたは自分の目には小さいものであっても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。 主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされたのです。主はあなたに使命を与えて言われました。言って、罪人、アマレク人を整絶せよ。彼らを絶滅させるまで戦え。なぜあなたは主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり、主の目に悪であることを行ったのですか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従い。 主が私に授けられた使命の道を進みました。私はアマレク人の王アガグを連れてきて、アマレク人たちは清絶しました。兵たちはギルガルであなたの神、主に生贄を捧げるために、清絶の者の,の中の最上の者として、分んり者の中から羊と牛を取ったのです。サムエルは言った。主は全哨の捧げ物や生贄を、 主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄にまさり、耳を傾けることはお羊の死亡にまさる。従わないことは占いの罪。コ慢マンは偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。 兵たちを恐れて、彼らの声に聞き従い、主の命令とあなたの言葉に背いたからです。どうか今、私の罪を見逃してください。そして、私が主を礼拝することができるように、一緒に帰ってください。サミュエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたは主の言葉を退け、主があなたをイスラエルの王位から退けられたからです。 サムエルが引き返して行こうとしたとき、サウルが彼の上着の裾を掴んだので、上着は避けた。サムエルは彼に言った。主は、今日、あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れた隣人に与えられました。実に、イスラエルの栄光である方は、偽ることもなく、悔やむこともない。この方は、人間ではないので、悔やむことがない。 サウルは言った。私は罪を犯しました。しかし、どうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私を立ててください。どうか一緒に帰ってください。私はあなたの神、主を礼拝します。サムエルはサウルについて帰り、サウルは主を礼拝した。サムエルは言った。アマレクの王アガグを私のところに連れてきなさい。アガグは 喜び潜んで彼のもとに来た。アガグは、きっと死の苦しみが去るだろうと思ったのであった。サムエルは言った。お前の剣が女たちからこう奪ったように、お前の母も女たちのうちでこう奪われたものとなる。こうしてサムエルはギルガルにおいて主の前でアガグをズタズタに切った。サムエルはラマへ行き、サウルは サウルのギブアにある自分の家へ登って行った。サムエルは死ぬ日まで再びサウルを見ることはなかった。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。